BNSF 鉄道はアメリカの貨物鉄道会社である。BNSF とはその前身であるバーリントンノーザンサンタフェ鉄道の略称に由来する。本社はテキサス州第5位の都市ホートアースにある。親会社はバーリントンノーザンサンタフェ社で1995年9月22日バーリントンノーザン鉄道の親会社であったバーリントンノーザン社とアッチソントピカ サンタフェ鉄道の親会社であったサンタフェパシフィック社が合併して設立されたものである2009年11月3日ウォーレン・バフェット率いる投資持ち株会社バークシャーハサウェイは BNSF 鉄道の持ち株会社であるバーリントンノーザン・サンタフェ社の株式を100%取得することを目指すと発表したバフェットはアメリカにおける貨物輸送においてはトラックよりも鉄道が優位と 見ており、長期的に株式を保有すると言明。買います株式は、全株式の77.4%に達した。取得価格は1株あたり100ドルとし、取扱い、結果として263億ドルで買収に成功した。大陸横断鉄道の一つであり、北米において、ユニオンパシフィック鉄道とともに、最大の鉄道路線網を持つ、アメリカ第2位の鉄道会社である。 環太平洋地域におけるグローバリゼーションの進展とともに、大陸横断鉄道はコンテナによる貨物一貫輸送の重要な構成要素となっているが、BNSF は北米における貨物一貫輸送シェア第一位であり、穀物輸送においても第一位である。発電用石炭輸送シェアは約10%アジアとアメリカ東部を結ぶ役割を果たす。 北部ルートは高速化が完了している。このルートは1920年代にグレートノーザン鉄道が開いたものであり、日本からシアトルに船で輸送された絹をアメリカ東部に運搬したルートである。列車は燃料補給と乗務員交代の時にのみ停車し、到達時間の短縮を図っていた。1996年12月31日、アッチソンとピカンド。 サンタフェ鉄道とバーリントンノーザン鉄道が合併してバーリントンノーザンサンタフェ鉄道が設立された。1999年にはカナディアンナショナル鉄道を合併して北アメリカ鉄道を設立し本社をカナダのモントリオールに置くと発表。しかし競合する一級鉄道であるアップやカナダ、太平洋鉄道が抗議したほか利用者たちは1998年にアップが サザンパシフィック鉄道を買収した際にテキサス州南東部においてサービス低下と混乱を招いた経験からこれに反対した。これらの圧力により連邦陸上運輸委員会はすべての鉄道には合併までには15ヶ月の猶予を課すこととし、その結果この合併は撤回された。2005年バーリントンローザンサンタフェ鉄道は BNSF 鉄道と解消した。 ウィスコンシン州、プレイリー・ドゥシーンの保線設備のある区間を行く BNSF 鉄道の投稿列車。2004年8月8日、戦闘機関車の塗装はヘリテージ2パターン。BNSF はアメリカ国内では28の州において鉄道路線を有し運営している。カナダにおいても国境からブリティッシュ・コロンビア州、バンクーバーまでの 約30マイルとマニトバ州ウィニペグの走車場を含む若干の路線を有している。また、アメリカとカナダの国境の南部を通るおよそ70マイルの路線をカナディアンナショナル鉄道と共有している。路線の管理は14の地域局によってなされ、各局はさらにそれぞれ100以上の市局に分かれている。各市局は300マイル以上の幹線と10マイル以上の市線を管理している。 BNSF は、幹線の複線以上の部分、走車場、側線を含めずに、約2万4千マイルの路線。もし前日の部分を含めると、その総距離は5万マイルを超える。加えて、BNSF は、アメリカとカナダ合わせて8千マイル以上の他車路線に乗り入れている。このことにより、BNSF は、自社の列車を自社の乗務員で運行でき、競争力を強化することができる。 BNSF のロゴをペイントされた機関車。アメリカとカナダ両国内を走り回っている。ウィスコンシン州グレンヘイブンを通過する新しいコーポレートロゴを付けたタンク車。2006年7月3日、BNSF はその輸送を実現するために様々な施設を運営している。それは、創車場、駅、機関車のメンテナンス工場、フォートアースの運転指令所。 各地域の運転指令センターなどである。BNSF はまた、アメリカ西部における陸上一貫輸送のため、鉄道やトレーラーなどの貨物の積み替えを素早く行うために、広大な積み替え施設を運営している。BNSF が直接扱う一貫輸送のためのハブは33施設あり、自動車による輸送のためのハブは十三施設ある。二千五年二月九日、BNSF は ロサンゼルス港近くに新しい陸上一貫輸送用積み替え施設を建設すると発表した。この施設からアラメダコリドーに直接乗り入れることができる。大規模な創車場は BNSF の路線網のあちこちにあり、2005年にはカンザス州カンザスシティにあるアルゼンチン創車場が最も多くの貨車の仕分けをさばいた。BNSF のシステム、 機械部門は8カ所の機関車メンテナンス工場を持ち、予防保全、修理、改造を行う。規模の最も大きなものは、ネブラスカ州のアライアンスとカンザス州のトッピカにある工場である。他に日常的なメンテナンスのために46の施設を持ち、またウエスタンフルーツエクスプレスの冷蔵車の修理工場をワシントン州スポケーンで運営している。 ミネソタ州ムレーナードとイリノイ州ゲールスバーグには保線工場を持ち路線と関係施設の効率的かつ予防的な保全作業を行っている。2006年にはカリフォルニアスピードウェイの近くにあるカリフォルニア州本棚ンタナに新しい貨物積み替え施設を運営するためにワシントン州バンクーバーに本拠を置くトライスター社と提携した。 ワシントン州シアトルとイリノイ州シカゴを結ぶ北部 BNSF ルートはアメリカ国内で最も北を走る鉄道であるロサンゼルスからシカゴへの大陸横断ルートについては2006年約33マイルを複線化し全長2200マイル以上のルート中単線区間は残すところ51マイルとするという発表があった単線区間は2つのルートが使われている カンザス州中部である大陸横断ルートは2005年には1日に100本の列車を運行したが、これは2000年の運行本数の60%である。踏切障害事故防止プログラムの推進者として2000年に BNSF は平面交差踏切解消プログラムを作成した。これは BNSF と地域、地権者で不必要。 または余分と判断した踏切を廃止していくもので、全米で2900カ所を超えた。これにより、踏切事故の総数が最も減少した鉄道となった。2006年6月7日、BNSF は既存の鉄道網を維持するために、一級鉄道としては、初めて鉄道ファンの参加を募集した。鉄道ファンに登録すると、ウェブサイトは ID カードを発行し、 それを鉄道ファン自身に携帯してもらう。カードには、ユーザーの個人情報のほか、もしも近くを走るトラックなどが、鉄道運行を妨げる状態になったり、何か怪しい状況を見つけた時にどうすればいいかのガイドラインと、BNSF に通報するための通話料無料の電話番号が記載されている。BNSF は従業員に向けて、 BNSF On Guard という同様のプログラムを2003年より開始した。これは非常に効果を上げ、開始から約3年間で、盗難、破壊、放火、自殺未遂等も含めて200件を超える報告が寄せられた。BNSF はまた、ネブラスカ州林館のニュースリンクというウェブサイトと結び、従業員向けのニュースレターの印刷を依頼した。内容は、 14の管理局とシステム職場それぞれの安全についてのもので4から28ページと様々な形式があり月間だったこともあれば期間だったこともあった2005年の年報によると2005年末には従業員4万5790両の機関車、8万1881両の貨車を保有している形式による細かな違いを考慮せずに対別すると 貨車の内訳は以下の通りである。以上に加えて以下も保有する。機関車と貨車の車令は2005年末で平均15年である。2006年1月24日、BNSF は24億ドルをインフラストラクチャーの更新に使うことを発表した。これは40マイルの複線や3複線、BNSF の前身である厚富鉄道の大陸横断線を引き継いだ。 第2艦船のニューメキシコ州のアボ峡国の区間に当てられるほか、リンカーンの操車場の拡大、ワイオミング州のパウダー川流域の58カ所の大規模な一貫輸送施設は拡大され、即線は延長され、給油施設が改良される。BNSF の会長であるマシューケイローズは、投資者への配当が増えたことを称賛し、今後も増え続けることを希望した。 BNSF が使用するカラーリングは北米で最もカラフルなものの一つである。多くの機関車は愛情を込めてカボチャと呼ばれるようなグレートノーザン鉄道のオレンジと濃い緑のカラーリングを継承したヘリテージ1、ヘリテージ2という塗色パターンに塗られている。2005年初頭、新しい塗色パターンが施された数量が先住民の頭の羽飾りをイメージした金と赤の ウォーボンネットと呼ばれるパターンで、車体側面には通常、サンタフェと描かれるべきところに、BNSF と描かれている。また、BNSF の元となった2社の塗色を引き継ぎ、緑と白たは、青と黄色の塗色のままの機関車もある。ただし、全車両がオーバーホールの際にヘリテージカラーに塗り替えられることになっている。2005年1月24日、従来の 丸二十字のロゴに変わる新たなロゴを発表した。新しいロゴは鉄道が目指す輸送サービスと革新の機種を表現したものとなった。このロゴは従来の上長なロゴにとって変わった。新しいイメージの図色はすぐに発表され、新しいロゴは機関車前面と側面に描かれ、濃い緑のストライプに変わって黒のストライプが描かれた。貨車についても新しいロゴで、 申請している。ヘリテージ1のパターンになる以前から数種類の塗色変更器が見られた。ヘリテージ1オリジナルのロゴ、丸二十字が機関車前面にマーキングされている。側面には能力色で BNSF の文字がオレンジ1に描かれている。黄色のストライプが能力とオレンジの境界線に引かれている。ヘリテージ2能力の帯部分がヘリテージ1より細く。 黄色い帯が太くなっている。両者の間を黒い線が隔てている。BNSF の文字は黄色になり、黒で縁取りされている。前面のロゴは、厚布の、ウォーボンネットを彷彿とさせる、ハマキのラベル型である。前面下部の黄色の帯より、下の部分を小緑に塗ったものと、オレンジに塗ったものがある。新イメージこのパターンは、ヘリテージさんとも、パワーバー、あるいは、 バーリントンライキサンタフェ、スウォッシュ、シリハ処理などとも呼ばれるヘリテージ2に,によく似た塗装である。小緑だった帯は黒となり、黄色とオレンジを隔てる境界となる。新しい企業ロゴは機関車前面と側面に配置される。ありがとうございます。